家の引っ越し。ああ、明日だっけ？いや、来週。え？わらライフ。小さな喜びに過ぎないが、大きな幸せを感じた瞬間に思わず叫んでしまう言葉。しゅうちゃん、なんか喋りなよ。え、しゅういち、ちょっと外装作る。夜真っ暗だとトルシタが困るな。やっぱしゅうちゃんの変なとこってお父さんに似たんだね。炊きたてのご飯が美味しいとかさ、ちっちゃい幸せとかそういうの、そういうのの積み重ねでしょ。やっぱそんな時に笑ないって言うんだって。賑やかな家族との会話、恋人と過ごす時間、あなたの毎日にもわらライフな瞬間はきっとある。あの子はね、愛情たっぷりに育てたから自信があるの。何気ない喜びに気づくことができたなら、毎日が大きな幸せに包まれる。わらライフ。